はい、生体院浅井院長の浅井です。ですね、いつもですね、今日に関して今日はですね、いつも腰に負担がかかっている方についての、そうですね、ちょっとね、お願いというかちょっと思ったことがあるので、動画にしたいと思います。ですね、やはり腰というのは、腰はですね、結構酷使されている方に限ってというか、普通も皆さん生きてるだけでも腰は疲れると思うんですけども、腰酷使されているような作業をされていらっしゃる方で、すごいずっと我慢されていらっしゃる方がもしいる方はですね、でまた全然あまり手入れをされていらっしゃらないというか、そういう方がいましたら、結構どっかでぐきっとぎっくり腰になりやすいような性質を、腰の張りというか、そういう作業をされている方はですね、お持ちの方が多いと思いますので、できる限り、しっかりですね、その腰のケアをしてあげて、腰に、今これから寒くなっていくと特に、ぎっくり腰になりやすいので、腰冷えたり寒かったりするしたりっていう感じたらですね、すぐにでも腰を温めるような作業をしてですね、腰はですすごく温めるようにカバーしてあげるということが大事だと思いますので、あとお尻もそうですし、腰もそうですし、首元ですから、結構もう今の時期からもう足元から首元から背中、全身がですね、暖かくなるようにポカポカなるような、そういう、着込んだりとか、ホッカイロを入れるなり、いろいろ対策をされるといいと思いますので、腰の作業を毎日されて、腰を痛めるような作業をされていらっしゃって、腰の神経がいつもヒリヒリ痛いというような方がいらっしゃいましたら、ぜひ、そのように対策されているのを見るといいと思います。また、そうですね、そういうふうにですね、一気に寒くなったりとか、急激に、毎日の、過酷な腰の、腰を酷使して使うような仕事をされていらっしゃる方が見えましたら、ぜひ一度また整体院浅井の方でですね、腰のメンテナンスしっかりさせていただきたいと思いますので、またご家族の方、で奥さんとかで旦那さんがそういう仕事をされてて、気になるなっていう方がいらっしゃらですね、早め早めにですね、対策で、来ていただけるといいと思いますので、ご来院の方またお待ちしております。はい、本日も、ご来院の方お待ちしております。整体院浅井の、院長浅井義明からの、メッセージでした。はい、今日も一日よろしくお願いいたします。失礼いたします。ご来院お待ちしております。おはようございます。整体院浅井院長の浅井です。今日もですね、朝、2リットルを一気に飲みたいと思います。用意するものはいつもと同じ、これですね。魔法の、2倍、ダイエット2倍促進のパウダーです。粉で、お茶ですね。これお茶なんですけど。はい。はい、これを、粉をですね、ちょっと入れます。これぐらいですね。はい、では今日はですね、棒を用意してます。かき混ぜて、はい、全体になんとなくいきましたんで、これで OK。 はい、じゃあ一気に飲みたいと思います。はい、これで一応ダイエット、1日目、
1.2 リットル紹介して、あと午前中の今多分何百リットルか、まあ、多分今日、まあ、今までに約2リットルは飲んだので、あと1リットルか、3リットルぐらいは飲みたいと思います。はい、今日も1日よろしくお願いします。ありがとうございました。